こんにちは。今日は私たちは日本に来てびっくりしたことによって動画を撮っています。じゃあそれは何でしょうか？何がありますか？と、外人は日本に来ていろんなびっくりしたことがありました。じゃあそれによって今日は一つ動画を撮っていきます。よろしくお願いします。じゃあそれは私は一番びっくりしたことは、じゃあ自分の国だったらご飯とかいろんなものは自分のお家で食べるのが多かったんです。じゃあそれと日本で一番びっくりしたことは、みんな自分のお家でご飯食べることはとても少なかったです。じゃあそれとみんなが弁当食べるのが多かったんですので、ああなんてこれみんな日本人は弁当食べるのが多かったと思っていました。でもそれは理由がありました。みんな仕事が大好き、ただ仕事の休憩中にみんなが弁当買って食べるのが多かったです。じゃあそれを私たちも日本にいますので、ちゃんと日本の生活になれるためにこれはやらないといけないねと思って、今日はこれから自分の仕事ありますので、今すぐユニオンに行ってユニオンの弁当買ってきました。それは399円の弁当とみんなが大好き水です。じゃあこれから食べますので、いただきますと食べてみますので、それは私は日本の料理はあんまりわからないので、じゃあ私わからない料理はみんな下のコメントにコメントしてくださいね。教えてください。じゃあ今から開けますので、わー、お弁当いいですね。じゃあこれと水も開けますね。水とそしてはお箸はあまりない。箸も初めて日本で使えるようになりましたので、じゃあこれは何ですかね。じゃあ教えてください。これは何ですか？これはね、私は、これ、またポテトサラダ。これだね。私はポテトサラダは大好きですよ。じゃあ、これは白米です、白米。白米おいしい。幸せだね。じゃあこれはね、野菜炒めかな。ちょっと大根も入ってますね。おいしい。What's up?
米大好きです。じゃあ皆さんは玄米はどうですか。好きですか。あ、これは一番がポテトサラダがいいな。ピーワーカー、これピーワーカー。じゃあ、これはチキン。あのこれはね、黒酢炒めではないんですけど、そこにいろいろな野菜が入ってますね。終わりました。皆さんごちそうさまでした。とても美味しかったです。じゃあ今回はこの弁当食べてみました。じゃあ私は分からなかった料理はぜひ私のコメントボックスにコメント書いて私のYouTube チャンネルも登録お願いいたします。じゃあ今回は沖縄でユニオンの弁当を食べてみました。今度もいろいろありますので、ぜひ私の YouTube チャンネルを登録お願いします。じゃあ以上です。ありがとうございます。